そういう今言われたパターン、法則とか普遍的なものっていうのは、まあ、初期の段階、幸せ、どうも自分は幸せじゃないんだけど、どうしたらいいのか分かんない、全く幸せになるにはどうしたらいいのか分かんない、もう人生これで終わりだ、諦めてしまうみたいなような状態の時に、まずこれをしたらどうですかっていうパターン、法則って何か、うんうん、なるほどですね。今おっしゃられた、もうこれで終わりだっていう風なところまで行った経緯と実際にやることっていうのはすごくこう関連していると思うんですね。じゃあそこまでどうして行ったんだろうっていうところがまず一つ大事だと思うんです。で、じゃあ、自分がもうおしまいだってなるっていう風なプロセスの中に、そういう風に流れやすいような何かこう普段からやっている癖があるかもしれないなってことなんですよ。これが大抵の場合、その原理原則から言うと自分を責める癖がある、うんうん、っていう風に捉えてるんですね。で、ことあるごとにこう普段日常の中で自分で、ああこれいけんかったなとか、もっとこうせよかったなとか、どうしてこうできないんだろうとか、あの人と比べて私はちょっととか、うん、どうしてもこう普段の中で無言のメッセージがありますね。知らない間あれもやってなかったとか、まだこれも片付いてないとか、そういえばこれも忘れてたとか、うん、いうふうなのがこう重なっていけば重なっていくほど、どん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 、自分がいかんなっていうふうなので、ちょっとこう落ち込む感覚ってすごくあるじゃないですか。で、それっていうのは普段の日常の癖としては責める癖があるっていうふうに考えてるんですね、うん、で、その癖は外から見てると分かんないわけですよ。そう、うん、その瞬間にこの人が何を自分に対してメッセージを与えてるかっていうのは分からないわけですよね。で、日常からアファメーションみたいにすごく自分を褒めてる癖を持ってる人も、ああ、俺はすごい、さすが俺みたいな、天才俺みたいな、まあそういう人は幸福ですね、うん、ことを思ってる人もやっぱりいるわけですよね。じゃあどっちの癖をその人が持ってるかなっていうふうなところがすごく重要で、うん、で、そのどっちの癖に自分はいるんだろうっていうことすら確認してない人の方がもしかしたら多いかもしれないなって、うん、多いと思います。なぜならばそれをお互いに今日どのぐらい攻めたとか何分攻めたとか、あ、80% ぐらい攻めてるみたいな、そういう会話は普段しないじゃないですか。そうすると自分がそうしてるんだからみんなもそうしてるんじゃないかとか、あ、なんかそういうのが当たり前なんじゃないかとか、なるほど、うん、その自分がどのくらい攻めてるのかっていうのを確認が取れない、うんうんうん、から、え、そうなの？言われて初めて、あ、そうか、どうかな、私攻めてるかなみたいな感じになることがやっぱり多いんですよね。で、じゃあセラピーとかでこうお越しいただくといつもお願いしてるのは、日常の中で自分が自分にどんなメッセージを与えてるのかっていうふうなのをちょっとこう見てください、うん、で、あ、今ちょっとこう、あ、笑顔でいけない自分を責めてるなとかなんか溶け込んでない自分を責めてるなとか、うん、ちょっと引きつってる自分を責めてるなとか、ちょっと緊張してる自分を責めてるな、いろんな日常の中で攻めてると大抵の方はめちゃくちゃ攻めてましたとか、こんなに攻めてるんですね私ってみたいなところにやっぱりこう気づかれる方がやっぱり多いんですよね。で、気づかないとやめることもできない、うんうん、気づいて初めてやめ始めようと思い始めるみたいな、そういうところがあって、で、その、
責める癖っていう風なのを小さい頃から何かしらの経験によって、その癖を持っていたっていう風なのが結果何か外側の現象があるたんびにそれを余計こうプラスアルファで責める、さらに責める、もっと責めるっていう、どん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 いくみたいな感じになるんですよね。そうするとそこで生まれるのは劣等感であったりとか、自分はダメだであったりとか、心配だとか不安だとか、そういう感情にやっぱりつながってくると思うんですよね。で、そういうふうに思えば思うほどこの状況をプラスに考えることができないとか、うん、起こった現象がどうせ私なんてやってもみたいな感じになったりとか、先行きは悪い方へ行っちゃうんじゃないかみたいな、ところでこうマイナスに捉えてしまったりというところも全部責め癖があるからそういうふうに捉えやすくなってしまうところにやっぱりつながっているというふうに感じるわけです。ですのでその原理原則のところでお答えするとすれば、一番最初にどうやら自分の責め癖を持っているというところをまず許し受け入れるっていうところから始めないと他何やっても一緒ですよ。そうですね。っていうのをこう感じるということなんですね。はい。